ここだけリンが召喚したのがボーボボだったらに対するネットの反応を紹介します。ここだけリンが召喚したのがボーボボだったら。触媒は召喚陣の真ん中にうっかり置き忘れたボボボボ、ボーボボ単行本。ボーボボ召喚する前からボーボボ展開じゃねえか。おい待てよ。バナナを忘れてるぞ。やだよボーボボ愛読してる遠坂リン。トッキー遠坂たるもの常に弾けてあれ。すなわち、遠坂の魔術とはこれすなわち鼻毛に他ならず。リンよし独学で一から宝石魔術学び直せってことね。アフロが開くと流れ出す BGM エミアと共に現れる無名。相性は良さそうなのがな。遠坂はツッコミ気質でノリがいいからな。アフロの中身 VS ゲートオブバビロン。ギルやヘラクレス相手でもなんかいけそう。でもこいつなんだかんだ北斗の拳ベースのジャンプ漫画で主人公やってたので、主人公適性はめっちゃ高いんですよ。しかも年下の女の子をずっと引き連れてて何もないという。適正クラスアベンジャー。月破壊したこともあるし、竹取のお姫になって大気圏突入かぐや姫ジェネリック月の産後したからムーンキャンサー適性もあるとか別スレで言われてたの今でも笑うんだ。リンなら左下でリュピカをしてくれるって信じてるから。透明な剣、なるほど、貴様の獲物は2丁目の安田さんの家の布団叩きか。ボーボボワールドでブルドーザーで転がされるギルは見たいっちゃ見たい。女の子ボーボボを呼んじゃいけない頭がおかしくなる。魔術師の家の子の時点で頭おかしいから大丈夫だ。もう作者すら解読できないグリモワール。商店街で食してみるかって天之助に言われる四郎を見たくないかと言われたら見てみたい。四郎を調理次第でなかなかいけるぞ、天之助四郎さん。キュン。ギルがゴージャス真剣使ってきそう。ボーボボを完全に理解すれば根源にいける。作者も半分くらいしかわからないけど。ボーボボなぜそこまで聖杯に関わるのかね。話しなさい君の過去。あれは200年前、大聖杯儀式が行われた時のことだ。干渉、爆屋の代わりにドンパッチと天之助を振り回して兄貴と戦ってそう。エミアに解析させてボーボボ新作書かせろ。魔術回路からプルコギが溢れて退去するぞ。プトレマイオスやエミアもアーチャーならボーボボのが多分アーチャーだな。別にあれを倒してしまっても構わんのだろう。と言った後に繰り出される奥義鼻毛縄跳び。兄貴てめえどこの英雄だ。鼻毛を操る金髪アフロとかマジでどこの英雄だよ。ボ全身タイツの変態が言うな。経線バキー。メディアさんのルールブレイカーがドンパッチエキス入ってるトゲとかになるんかな。ボーボボワールド使って価値確定の雰囲気なったらギルも弾け始めて何たわけが我は最古の弾けリストでもあるとキングオブ弾けリストの証を出してくる展開。ボーボボク、人類最古の弾けリストにして初代キングオブ弾けリストだと。リンどうするのよボーボボ。ボーボボサインください。ギルよかろう。ボーボボボーボボさんへとお願いします。リン的にサインを求めるなぁ。ゴージャス真剣なのかバビロン真剣なのかあるいは両方か。中野人的にはギガなんよなギル。それだとエルキブもギルと双璧をなす弾けリストだったことに。エルキブ原作からして弾けてるところあるよ。ほな弾けリストか。これ見て今回の星5交換エルキブにすると決めたわ。ヒデオウには英雄王キャストオフがあるし、股間が謎のフラッシュエフェクトに包まれてるし、恥ずかしいところ謎一つとしてないから、弾けてないわけがないんだよな。ギル、よかろう。弾けリストが相手とあっては、普段の画では少々部が悪い。貴様らは時として摂理をねじ曲げるゆえな。ゆえに見せてやろう。これこそが原初の弾けであると英雄王。キャストオフ。魚雷やアーチ艦右ストレート。原初の弾けってやっぱ全裸になることなのか。ゆて曰くな遠坂か。ボーボボアフロから召喚できるしドンパッチと天之助もいつの間にかいそう。実質メブーサと戦ってるしな。アルトリア弾けリスト、この時代にもいるのですか。くぅ、風林弾けリストか俺の時代のあいつら思い出すぜ。メドゥーサも合いますよね。メディアのバカたちにまた絡まれるの嫌なんだけど。ヘラクレス。まあ、英雄や偉人は何かしら弾けてないとなれないというか、やってけねえしな。ボーボボ。メディア何よ。ボーボボ貴様弾けリストいや元弾けリストだな。メディア派、は、はぁ何言いがかりを。リンわかりやすく動揺してるわね。メディアク、あの頃のことを知られるわけには。ほわんほわん。ボーボボ鼻毛真剣奥義階層潜り。メディア、リリーヤソン様パンケーキを食べください CV 野川さくら。イヤソンメディアその材料はなんだ。メディア、リリーウッフフ。パンケーキ食べろよ。イヤソン喋ったぞメディア。メディア、リリーもうイヤソン様ったら変色 A さんコルキス真剣無限パンケーキ。どの口であのバカたちにまた絡まれるの嫌なんだけどって言ってんですかメディアさん。あのバカたちに染まっちゃうから。アルトリア弾けリスト、この時代にもいるのですか、トリスタンのことか。
素でボーボボの世界に馴染めそうなやついるのほんとバグだろ。王の日に不定不倫をぶちかますランスロット卿も相当に弾けて入るだろうが、方向性違いだよな。アルトリアの知る弾けリストやじるし世界の破壊者トリスタン、クーフーリンの知る弾けリストやじるしバーサーカーになった俺、メブーサの知る弾けリストやじるし上下姉様の目が届いてないところでの自分、メディアの知る弾けリストやじるし自分リリー、ヘラクレスの知る弾けリストやじるし酔っ払った自分、ギルガメッシュの知る弾けリストやじるし我と親友、こんな感じかな。ヘラクレス。ボーボボホー、お前とこんなところでとはな。臨神名がわかるのアーチャー。イリア分かったところでバーサーカーには勝てないんだから。ボーボボ久しぶりだなエドワード。ヘラクレス。イリア誰？待って、普通に読み流してたけどボーボボ、アーチャー級兵なん？ところてんマグナム。ボンタントや便当的武器もあるぞ。ボーボボ派手銃も撃ってる。ゲートオブバビロンから魚雷ガール出てきそう。近代兵器のくせにヘラクレスやギルになかなかのダメージ与えそうなやつ。リンク、あいつの神明さえ分かればほとんど勝ちみたいなもんなのに。ボーボボ任せろ俺の頭は古今東西のあらゆる資料を集めたアルク図書館のようなもの。リンエイ、なかなか白色なのね、やるじゃない。ボーボボやつの戦い方や佇まいからある程度の分析は可能だとか。リンエイこれ本当に頭の中が図書館だ。ドンパッチよし時間稼ぎは任せろボーボボお前はその間にやつの神明を明かしてくれ。盾にされる天之助ボーボボまで貫通するゲイボルグ。リンコのところ天盾として一切機能を果たしてねえ。天之助ググ、まだかボーボボ。ボーボボク、すまねえ、なんとか候補は絞れたんだが最後の爪が足りねえ。A 片栗粉大帝、B ミスターポテトチップス、C 光の御子空、風鈴。リンコの選択肢のどこに迷う必要が？天之助は勝ったぞ片栗粉大帝だ片栗粉は水で固まる二人とも俺を使え。リン最悪の選択肢選んじゃった。黒聖杯にファンタ流し込みそう。この時空のリンをより白にしたイシタルがボーボボに遭遇したらどんなリアクションすんだろう。リンたちは冬季へ帰省していた。真心込めて植えた宝石畑からメルヘンチック誘導時が取れたが、それはキャスターの魔術結界となっていた。あったような気がするあらすじやめろ。久しぶりの休暇を得たガウェインはふるさとに戻っていた。領土に広がるジャガバタバタケは収穫の時期を迎えており、皆収穫を行っている。しかし、ジャガバタに発生したメカラサクソン人ソラミン部隊の前線基地が発生したのだった。セイバーということがありまして、シローなんでさ。ここだけリンが召喚したのがボーボボだったらに対するネットの反応、いかがでしたでしょうか。鼻毛のムーンキャンサー、ボボボボ、ボーボボ、という動画を以前投稿したので、よかったらそちらもご視聴ください。それでは、次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。